イザベラデステ、イザベラデステ、1474年5月18日から1539年2月13日は、エステア出身のマントバ公妃、ルネサンスキーイタリアの文芸、政治を代表する女性の一人である。イザベラは16歳で、マントバ公フランチェスコ2世ゴンザーガと結婚し、フランチェスコ2世の死後は、若年で、 マントバ皇位を継いだ着難フェデリーコ二世位、コンザーガの摂政としてマントブを統治した。1500年にフランスをルイ12世とミラノ公国で会談し、フランスとマントバとの間に不可侵条約を結ばせることに成功するなど、当時のイタリア情勢で大きな政治的、外交的手腕を発揮した。イザベラは芸術を庇護し、その最先端のファッションはイタリアのみならず、 フランス王宮の女性たちにも大きな影響を与えた。詩人ルドビーコ・アリオストは自由活達で高潔なイザベラと三子、マッテオ・バンデンロは最高の女性と評している。さらに外交官、ニッコロ・ダ・コレッチョはイザベラを世界一のファーストレディと高く評価した。イザベラが家族や友人たちと交わした膨大な量の所簡が現存しているため、 イザベラの生涯は、当時の女性としては異例なまでに明確に伝わっている。イザベラは、フェラーラ公、エルコレ一世ですテトとエレオノーラディナポリ、エレオノーラダラゴンとの間に、1474年5月18日の夜9時に、フェラーラで生まれた。イザベラの父エルコレ一世は、芸術の被護者として知られる教養豊かな人物で、母エレオノーラは、ナポリ王女で、 ナポリオ・フェルディナンド・一世とイザベラ・ディキアロ・モンテの娘だった。イザベラには一人の妹と四人の弟がいた。イザベラが誕生した翌年の1475年6月29日にベアトリーチェが生まれ、その後1476年にアルフォンソ、1477年にフェランテが生まれている。さらに1479年にイッポリと 1480年にシギスモンドが生まれた。6人のエルコレ一世夫妻の子供の中でも、イザベラが最も両親のお気に入りの子供だったと言われている。弟のフェランテが生まれる1477年に、イザベラは母エレオノーラと共にナポリを訪問している。ナポリはエレオノーラの故郷で、エレオノーラが帰郷するときには、いつも子供の中でイザベラだが同行した。 エレオノーラとの旅を通じて、イザベラは外交術と国政術を身につけていった。イザベラは生まれながらに聡明であり、幼い頃から高度な教育を受けて早熟な才能の片鱗を見せていた。優れた知性の持ち主で古典文学について議論をし、時には他国の大使たちと国政に関する意見を交わしたこともあった。さらにイザベラは宮廷に属する画家。 音楽家、呪術家、学者たちとの個人的な交流も持っていた。歴史や語学にも深い造形を持ち、古代ローマの詩人、ヴェルギリウスや劇作家、テレンティウスの作品を暗唱することもできた。音楽の才能にも恵まれ、ジョバンニ・アンジェロ・テスタグロッサに、リュートの演奏を学んでいた。ダンスも、ユダヤ人ダンス教師アンブロージオに学び、新たなダンスの発展に寄与したこともある。 幼少期のイザベラはやや太り気味だったが活発な少女で生き生きとした目と陽気な美しさを持った少女だった。1480年にイザベラは6歳でマントバコーの後継ぎであるジャンフランチェスコと婚約した。ジャンフランチェスコの要望は優れているとは言えなかったが、イザベラはジャンフランチェスコの武勇に憧れを抱いており、優れた男性だと考えていた。 婚約成立後に数回の王政を重ねたイザベラは、ジャン・フランチェスコに惹かれていき、続く数年間もさらに、ジャン・フランチェスコのことを理解し、将来のマントバコーヒーになるための準備期間に充てるようになった。婚約期間中のイザベラは、ジャン・フランチェスコから送られた書簡、鹿、ソネットなどを大事に保管していた。 婚約が成立してから10年後の1490年2月11日に16歳のイザベラはマントバ公爵位を継いでフランチェスコ2世となったジャンフランチェスコと結婚した。結婚式の盛大な祝宴に先立ってイザベラは宝石や金細工で飾られた馬に乗ってフェラーラの大通りを行進した。結婚式当日のイザベラは美しく、華奢で、 優雅で、見事な着こなしの女性だと言われた。イザベラの長く美しい髪は透き通るような金髪に染められ、その瞳は、秋のもみの実のような茶色で、微笑を振りまいていたと言われている。新たなマントバ公費となったイザベラは、民衆から大歓迎され、非常に高い賞賛を受けた。イザベラは結婚の持参金として、3000との金銭の他に高価な宝石や、絵皿、 銀食器などをマントバ公家に持ち込んでいる。何年も互いを尊敬し合っていたフランチェスコ2世とイザベラの関係は結婚によって深い愛情へと変わっていき、このフランチェスコ2世との結婚がイザベラを開花させたと言われる。マントバ公たるフランチェスコ2世はベネツィア共和国軍の最高司令官を兼務しており、会議などのためにマントバを離れてベネツィアを訪れることも多かった。 フランチェスコ二世が不在の間、イザベラはゴンザー崖がマントバに所有する古城に滞在していた。コーヒーイザベラは取り巻きの帝止や助官たちに囲まれていたとはいえ、このような時には母親や妹ベアトリーチェと過ごすことが多かったが、結婚後しばらくしてからフランチェスコ二世の妹エリザベッタと親友となった。意気統合したイザベラとエリザベッタは、読書、カード遊び、 田舎への小旅行などを共にした。二人はフランチェスコ二世の不在時にガルダ湖へと遠出し、二人でベネツィアへと旅行したこともあった。イザベラとエリザベッタとの関係は終生良好であり、エリザベッタが死去する1526年まで二人の所管のやりとりが続いている。1493年12月に第一子、エレオノーラが生まれ、その後、 フランチェスコ二世とイザベラの間には七人の子女が生まれた。イザベラの弟アルフォンソは、ローマ教皇アレクサンデル六世の娘、ルクレツヤ・ボルジアと1501年に結婚したが、結婚一年後の1502年に、ルクレツヤとイザベラの夫フランチェスコ二世が不倫係となった。この両者の関係は、情熱的なものではなく、肉体的なものだった。 イザベラは二人の不倫関係が始まった時と、ほぼ同時期に娘、イッポリータを出産し、その後もフランチェスコ二世の子供を産み続けた。ルクレツヤは、義子イザベラと抗議を結ぼうとしたが、ルクレツヤを軽蔑していたイザベラは相手にしなかった。イザベラは、ルクレツヤとアルフォンソの結婚式で、女主人役を務めたが、ルクレツヤがアルフォンソの花嫁として、 フェラーラに到着した時からイザベラは、ルクレツヤのことを敵だとみなし、あらゆることに対抗心を露にしていた。美貌で名高いルクレツヤとフランチェスコ二世との不倫は、イザベラの精神を抑えなみ続けた。イザベラは、マントバが混乱の最中にあった時に、大きな役割を果たした。1509年に、フランチェスコ二世が敵の捕虜となって、ベネツヤに遊兵された時にはイザベラが、 マントバ全軍を手のひらし、フランチェスコ2世が釈放される1512年までマントバを守り抜いた。同1512年にはフィレンツェとミラノ公国に関する諸問題を解決するために開催されたマントバ会議で議長役を務めいる。統治者としてのイザベラは夫フランチェスコ2世よりも過断で有能であり、 フランチェスコ二世が幽閉されていた時期にはイザベラがマントバ公領を統治し、その政治的才能はフランチェスコ二世をしのいでいた。妻イザベラが自身よりも優れた政治手腕で領地を収めていたことを釈放後に、聞かされたフランチェスコ二世は憤慨し、屈辱感にさいなまれた。そしてこのことが両者の結婚生活を決定的に破綻させる結果となった。そしてイザベラは、 フランチェスコ二世に構うことなく、各地へ旅行することが多くなり、1519年3月19日に、フランチェスコ二世が死去するまで、イザベラの気ままな生活は続いた。フランチェスコ二世が死去すると、着男、フェデリーコが、フェデリーコ二世として、マントバ行為を継ぎ、イザベラは、摂生として、マントバの統治者となった。政治的手腕に優れたイザベラは、イタリア全土に、 大きな影響力を持つようになり、イタリアにおけるマントバの地位の向上に一役買うことになっていった。イザベラは自身の政治力を発揮して、息子のマントバ公フェデリーコ2世と新生ローマ、皇帝カール5世のおバジューリア・ダラゴナとの結婚をまとめるなど、マントバの広告から広告への昇格に尽力した。また、イザベラは、ジナンエルコレに数奇教の地位を与えることにも成功している。 フランチェスコ二世存命時代と摂政就任時代を通じて、イザベラは国政に携わっていない余暇には、文芸活動に親しむことが多く、読書、手紙書き、リュート演奏などを好んでいた。イザベラは様々な文芸、芸術に興味を示したが、特に音楽を愛好し、自身で新しい楽曲の制作を試みることもあった。美術作品の収集や哲学者、詩人、 画家たちの庇護にも積極的で、ティツィアーノ、ベッディーニ、レオナルド・ダ・ヴィンチラ、イザベラの講演を受けた芸術家も多い。イザベラは、レオナルド・ダ・ヴィンチに自身の肖像画制作を依頼していたが、レオナルドが描いたのは一枚のドローイングだけだった。イザベラはレオナルドに当てた書簡で、夫フランチェスコ二世がこのドローイングを他人に譲ってしまったとして、レオナルドに新たな肖像画を求めたが、 レオナルドがこの依頼に応えることはなかった。イザベラは自身の肖像画以外の絵画もレオナルドに依頼しているが、これらの作品もレオナルドは描いていない。イザベラはファッションでも第一人者であり、毛皮をあしらった最上質の衣服などを着用していたほか、自身で香水を調校して贈答品として使用していた。イザベラの装いはシンプルなもので、少年のような被り物と、 乳首が見えそうなほどに胸元を広く開けた豪華な刺繍が施されたガウンは、イタリア全土でも放されたのみならず、フランス王宮でもフランス王類12世妃アンヌ・ドブルターニュラが、イザベラのファッションを真似ていた。イザベラは1500年に、ミラノ公国で、フランス王類12世と会見し、マントバへのフランス軍の不可侵を約束させることに、成功した。 ルイ12世はこの時のイザベラの魅力あふれる個性と優れた知性に感銘を受けたと言われている。イザベラがルイ12世から艦隊を受けていた当時のミラノ公国はフランスの占領下であり、イザベラはルイ12世にミラノ難民の保護を依頼している。戦火を逃れて難民となっていた人々の中にイザベラの妹、 ベアトリーチェの夫で、ミラノ公ルドビーコス・フォルツァの愛人だったチチーリア、ガッレラーにもいた。当時のルドビーコス・フォルツァは、フランス軍に侵攻を受けて、ミラノ公国からの脱出を余儀なくされていた。イザベラは、稀に見る才能と魅力を持った淑女として、チェチーリアを、ルイ十二世のもとに使わしている。フランチェスコ二世と死別し、四十五歳で未亡人となったイザベラは、 マントバ広告の摂政として国政に専念するようになっていった。イザベラは都市国家を運営する統治者として様々な問題に直面するようになった。マントバ公家の新民を満足させるために、イザベラは建築、農業、産業などを学び、ニッコロ・マキャベリの君主のありようを解説した著作、君主論を規範とした。卓越した政治手腕を発揮するイザベラに、 マントバの親民は敬意と愛情の念を捧げていた、言われている。1527年にイザベラはマントバを離れて、ローマへ向かった。当時のローマは神聖ローマ皇帝カある五世軍による徹底的なローマ略奪の最中だった。イザベラは自身のローマの邸宅を避難民収容所に転用し、皇帝軍から逃れてきた約2000名の難民を迎え入れた。イザベラの息子である、 マントバ公フェデリーコ二世がローマ皇帝寄りだったため、イザベラの邸宅は皇帝軍による破壊から免れていた数少ない建物の一つとなっていたのである。イザベラは自身がローマを離れる時に邸宅に保護を求める難民の安全を確保できるように全力尽くした。略奪が沈静化し、ローマが安定し始めるのを見届けてからイザベラはマントバへと戻った。晩年のイザベラは マントバを文化の中心都市として流盛させることに注力し、女学校の創設や、マントバ家の邸宅を優れた美術品を収蔵する美術館として開放するなどの施策を行っている。すでに60歳代半ばに達していたイザベラだったが、その活動力は衰えを見せず、再び政治活動に従事するようになり、1539年2月13日に死去するまで、 エミリア・ロマーニャのソラローロの統治者としての務めを果たし続けた。イザベラの生存中も、その死後も、詩人、歴代ローマ教皇、各国の政治指導者たちからの賛辞の的であり続けた。ローマ教皇レオ10世はイザベラを、指定同然の深い親近感を持って接してほしいして、バチカンに招待した。レオ10世の秘書官を務めていた文学者、詩人、ピエトロ・ベンボは、 最も知性に優れた、最も幸いな女性、詩人ルドビーコ・アリオスとは、自由かったつげかなイザベラとそれぞれ、イザベラのことを賞賛している。また、女述家、マッテオ・バンゲンロは、最高の女性、外交官、ニッコロダ・コレッジョはイザベラを、世界一の、ファーストレディが各評価した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。